前回までの政宗運極は新春鳥獣神祭2200連で集まった運極まで一体足りない19体の政宗、あと一体の政宗を求めて引いた90連分の1月末鳥獣神祭、90連では出るはずのない政宗、星玉を除くと510連も落とさたない政宗、今月貯めたオーブは300個60連分。次回60連、運極の向こうに。票などの値は新春鳥獣神祭から出たキャラの数である。先月の鳥獣神祭から1ヶ月で貯めたオーブ331個である。未だに鳥獣神祭を引いて運極の政宗を作ろうとしているのは私だけではないだろうか。10連目、2370連目。ストライクショットショットショット。モーツァルトレッド。三つ編みなのは甘露寺さんに憧れてるのだというのだろうか。10連目はモーツァルト一体。20連目、2380連目。大塚愛確定。限定は12体いるので12分の1で政宗である。ベルトルトがいたらやるんだな今ここでトキッと言っていることでしょう。アルセーヌ、ハレルヤ。政宗はどうこどうこ、新春鳥獣神祭で政宗運極じゃなくハレルヤだけ運極ができたので、ハレルヤの排出は一旦停止にしてくんちゃ。信じれるのはキュピーンだけ。アロンズロット。水があるところでそんな厚着してちゃダメ。30連目、2390連目。ペカペカ確定。これはもう政宗確定でしょう。アキレウス、ワシャガナ TV。先月は90連中50連爆死だったが、今月は限定たくさんで期待が持てるのである。ちなみに限定率は 4.8% なので星5キャラが出たら3体に1体は限定の割合である。40連目、2400連目。ついに2400連まで来てしまったのである。デスデッド。アルスラーン。50連目、2410連目。
姫路。この1ヶ月で貯めたオーブがあと10連で終わってしまうのだ。60連目、2420連目。三島春子戦級。アルタイル、十文字アイバー、ブリューヒルデ。工場のバーゲンセール。60連では正宗です。今月もラックスポットでしか力を発揮できない正宗を使うことになるのであった。諦めたらそこで試合終了だよ。ここでへそくりのオーブチケットを解放。これであと40連戦える。このへそくりもあと4ヶ月分しかないので、それまでに正宗が出ないと毎月60連しか引けないのである。70連目、2430連目。右上の95から全然変わらないラック数に飽き飽きしているのだ。杉下右京。テコバレット。ここまで爆死がないのが奇跡である。80連目、2440連目。オペコ、アルセーヌ。アルセーヌより正宗をください。本日2回目の星玉。3000人ほとり。まさか爆弾をラジコンで運んでいるとでも言うのだろうか。90連目、2450連目。なんだよ、もうまたかよ。ハレルヤとレイカーズ。今年で違いがあったハレルヤとアルセーヌが2体ずつ出るなら正宗が出てもいいだろう。ラスト100連目、2460連目。ストライクショットショットショット。カノン。ラストは限定のカノンでした。
こちらが現在の限定のラック数である。今月の収穫はカノンがラック80になってスポットのラックで運極になったことである。今月は爆死なしの限定7体でかなり調子が良かったが、政宗が引けるかはまた別のお話。運命が政宗接待を飽きる前に早く運極にしたいのである。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。